ケムニッツ市電ケムニッツモデルケムニッツモデルはドイツケムニッツの路面電車であるケムニッツ市電と近郊都市へ向かう鉄道路線の直通運転の名称。ケムニッツ中心部と郊外のアクセス工場を目的に2002年から運行を開始し2020年現在はケムニッツ市が運営するシティバーンケムニッツによって運営されている。トラムトレインは 路面電車と普通鉄道の規格が異なる二つの鉄道路線の間で直通運転を行い沿線の利便性を向上させる輸送形態である。1992年にドイツカールスルーエで始まったカールスルーエモデルと呼ばれる最初のトラムトレインは高い成功を収めケムニッツが属するザクセン州でも大きな支持を集めた。これを受け 1990年代以降道都市を走る路面電車のケムニッツ市電と郊外の鉄道路線の直通運転に関する検討が始まった。これが後にケムニッツモデルと呼ばれることとなるトラムトレインである。ケムニッツには各鉄道路線のターミナル駅としてケムニッツ中央駅が存在し、ケムニッツ市電も駅前に乗り入れを行っていたが、歴史的な経緯から、 ケムニッツ中央駅は市内中心部から離れた場所に位置しており、郊外と中心部のアクセス向上が求められていた。そこで鉄道路線へ路面電車車両の直通が可能とするよう整備を行うことで列車の乗り換えを行うことなく、郊外と中心部の往来が可能とし、公共交通機関の利便性の向上のみならず、ケムニッツと各都市のつながりを高める効果がもたらされている。 2020年時点で4系統のトラムトレインが存在するが、2021年以降開通予定の青江方面の系統を含め、長期にわたる路線網の整備が予定されており、合計6段階にも及ぶ計画が全て完成した際には、トラムトレインを含めたケムニッツ市電の営業キロは 278km にまで拡大することになっている。 2020年の時点で、ケムニッツモデルのトラムトレインとして運行が行われているのは以下の4系統である。鉄道線のシュトルベルク駅に停車する C11 号線の電車ケムニッツのトラムトレインのテストケースとして最初に計画、整備が行われたのは、ケムニッツ中央駅前アルトケムニッツ駅を結ぶ路面電車路線と同駅から郊外のシュトルベルク駅を結ぶ 鉄道路線である。路面電車の乗り入れに際し、従来非電化路線であったアルトケムニッツ・シュトルベルク、間の電化が実施されたが、ドイツの普通鉄道規格に基づいたため電圧は直流 750V となり、路面電車と異なることから直通用車両は副電圧仕様となった。また、 鉄道路線は従来の単線のまま残されたため、列車交換が可能な2カ所の駅で適切に離合が行われるよう最新の列車集中制御装置が整備された。他にも路面電車規格に適合した新駅の建設、ケムニッツ中央駅やシュトルベルク駅の路線バスとの接続の改善など、多数の改良工事が実施された。 2002年12月14日から始まった直通運転は成長を博し、開業前から開業6年目までに、ケムニッツ・シュトルベルク間の利用客は866%も増加した。当初は522号線という系統名であったが、2020年、現在は C11 号線として運行されている。また、事故で述べる。 ケムニッツ中央駅への路面電車の乗り入れに合わせて2013年に C11 号線も中央駅への延伸が行われている。ブルクシュタット駅に停車するシティリンク C11 号線の成功を受け、2003年以降、ケムニッツでは本格的なトラムトレインの検討が始まり、2005年に複数の段階を経る整備計画が決定した。 その第一段階として2009年からプロジェクトが実行に移されたのがケムニッツ中央駅から郊外のブルクスタット、ミッドバイダ、ハイニフヒエムの各地域を結ぶ鉄道路線とケムニッツ自然の直通運転である。計画の中核になったのは路面電車と鉄道路線の直通拠点となるケムニッツ中央駅の再開発であった。それまで ケムニッツ市電は駅前に設置された電停に停車していたが、これをケムニッツ中央駅構内へと延伸し、鉄道路線と直通するトラムトレインに加えて路面電車も乗り入れ、ドイツ鉄道の中、長距離列車との乗り換えをはじめとした利便性を向上するものである。これらの路線が停車するプラットフォームの増設に加えて、路面電車の折り返し用のループ線の整備。 ケムニッツ中央駅の駅舎の建て替え、鉄道路線との接続区間の建設など、工事内容は多岐にわたったが、2014年までに整備が完了した。また、これらの路線向けの車両として、直流電化区間に加えて、非電化区間でも運用可能なシティリンクの導入が実施された。トラムトレインの運行開始に先立ち、2013年から、 ケムニッツ市電の中央駅への乗り入れが開始され、2015年下記からは、鉄道路線でのシティリンクの運用も始まった。当初は、路面電車規格に関する認可の遅れから、鉄道路線のみで使用されていたが、翌2016年10月10日からは、ケムニッツ市電のレッドタワー電停への直通運転が開始された。同日以降、 ケムニッツ中央駅のプラットフォームのうち1.2番線は、ケムニッツ市電が3.4番線は、シティバーン・ケムニッツが運営する、トラムトレインが5から14番線は、ドイツ鉄道などが運営する、中、長距離列車が利用している。一方、同年代からは、トラムトレインの第二段階として、ケムニッツ南部の都市、アウエに向かう路線の整備が開始された。 まずは上方面の鉄道路線と接続するテクノパークへの路面電車路線の延伸工事が2015年から始まり2017年5月に途中の下トラープレース電停までの区間が同年12月10日からテクノパーク電停までの全線が開通し C13.1415 号線の乗り入れも開始された続いて2019年からはテクノパーク電停から 青江方面へと伸びる、非電化の鉄道路線との接続部の建設が開始されたほか、前年の2018年から、鉄道路線を休止した上で新駅の建設、信号設備や、橋梁の整備などの大規模な工事が実施されている。当初の計画では2020年から、直通運転が開始される予定であったが、建設の遅れや、新型コロナウイルス感染症の影響から、 運行開始予定時期は2021年下季に遅れている。開始後は C13C14 号線がアウエ駅や途中のタルハイム駅まで延伸することになっている。トラムトレイン用車両左、バリオバーン右、シティリンクケムニッツモデルのトラムトレインで使用されている車両は2020年時点で全車ともシティバーンケムニッツが所有しており、 ケムニッツ交通の車両基地で整備が行われている。バリオバーンはアブが開発し、2020年現在は、シュタッドラーレールが展開する超低床電車で、そのうちケムニッツのトラムトレインで使用されている車両は、アドトランツとボンバルディアトランスポーテーションによって生産されたもので、ある。ケムニッツ市電を運営するケムニッツ交通にも、 同系の車両が存在するが、トラムトレイン用のバリオバーンは前日の通り電圧が異なる区間を直通するため、副電圧車両となっているほか、車体や台車の構造や無線をはじめとした各種機器も鉄道、路面電車双方の規格に適したものとなっている。また、最高速度もケムニッツ交通の車両が時速 70km なのに、対し、トラムトレイン用車両は、 時速 80km に設定されている。2020年現在6両が在籍し、鉄道線の電化が実施された C11 号線で使用されている。ケムニッツモデルの第一段階にあたる C13C14C15 号線の開通に当たって発注が行われたホスロー及びシタドラーレール製の鉄道車両。トラムトレインの運行開始以前から C14 号線は、 電化が行われていた一方、それ以外の路線は非電化であり、コスト面などを考慮した結果、路面電車区間は、電車、鉄道区間は、機動車として運用可能なバイモード車両として導入された。路面電車、鉄道双方の規格に対応した設計となっており、前後車体に設置された乗降扉は2種類の高さのプラットフォームに対応している。また、 前後車体に設置されている動力台車は枕バネや軸バネを搭載した従来型のボギー台車のため、この部分は床上高さ 570mm の高床式構造となっているが、鉄道線では最高速度時速 100km という高速運転が可能となっている。車内の座席配置は2二人掛けのクロスシートを基本とし、前後車体には折りたたみ座席が備わった。 フリースペースが存在するほか、中央車体にはバリアフリーに対応したトイレも存在する。主電動機は VVVF インバータ制御装置によって制御される誘導電動機が用いられ、屋根上には非電格管で使用されるディーゼルエンジンと発電機で構成されるパワーパックが設置されている。第1段階に合わせて2012年に8両が発注されたほか、 2015年にも第2段階に合わせて4両の追加発注が実施されており、2020年現在は12両が在籍する。そのうち前者はホスロが製造を担当した車両である一方、後者は2015年に同社が鉄道事業を売却したシュタトラーレールによって製造されたものである。2020年現在、 ケムニッツモデルのトラムトレインは、第0段階に位置づけられる C11 号線を含めて、第2段階の途中まで完成した状況であり、第2段階の計画が完了して、以降も以下の路線の整備が実施されることになっている。ありがとうございます。